はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はですね、こちら iPhone のプロダクトレッド、これを購入しまして、で早速ですね、コーティングに行こうと思いまして、大須までやってきました。それでは行ってみましょう。こんにちは、 iPhone のお願いします。以前ご利用いただいたことがございますか？このケースはご利用いただくものでございますか？はないです。まあ、フル加工ですと全部樹脂のタイプか、と QHD タイプ、ディスプレイガラスに変更いたしますと、こちらのお値段が選べます。じゃあこっちでこちらでいたします。お受付します。はい、今日あの読んでいただいた内容と同じになりますが、中樹工ですね、はい、ガラスの中樹工、ヌール加工の中樹工、保証内容ご納得いただきましたら、またお気づけと一番から上にご記入の方で、はい、次でございます。青いカードをお持ちですか？はい、持ってます。今もちろんあれば、こちらで今日あの 10% オフいたしますので、はい、一緒ですね、ツルツルのタイプとサラサラのタイプ、2種類から選べますが、ツルツルで、ツルツルで、はい、ディスプレイも一応ツルツル、サラサラ、ツルツル、サラサラで選べますが、ツルツルの方で、はい、前、後ろ、横、全部ツルツルで、はい、1480円の消費税の 10% となります。6298円、はい、予約されたんですか？あ、これですか？ネット予約ですね。アップルの、はい、4000円、はい、かっこいいですね。今あの発売してから、うん、かなりあからもお持ち込みいただくお客様が、あ、そうなんだ、はい、多くて今もう10台ぐらい、そんなに結構やっぱりあの男性の方が、うん、結構この赤渋いので、うん、あのお持ち込みいただく方が多いです、うん、今11時過ぎなので、はい、3番でまたお戻りください。はい、このままお預かりいたします、はい、ありがとうございます。あ、なんか新しいラーメン屋できたな、たまたまラーメン、レンガ花火、台湾カレー、なんかいろいろできたな。岩礁寺の前に茶屋さんができてる。確かこの裏に女の子が来てたはずなんだけど、なんかケバブの店とラーメン屋さんと、すごいな、バーガーキングある、肉の国、すごいな、ここなんだ、ローストビーフがメインのステーキと、すごいアップルパイの匂いがするな。なんかすごく変わった店が増えたね。さあ、そろそろできたのかな。ご確認、ここを見ていただくと空気もやたくさん入っているのが見えるかと思いますが、こちらが先ほど読んでいただいた、はい、3日4日で固まっていきますので、はい、ご安心ください。お持ちの際だけちょっとまだ固まってないので袋入れさせていただきます、ね、はい、大丈夫です。かっこいいですね。めちゃくちゃ入るので、こちらお名前だけ申し上げます。はい、あの Facebook もしやられているようでしたら、 Facebook でそのページいいねかシェアしていただくと、このボタンの部分がカメラのリングをプレゼントしてたんですけど、もしよろしくお願いします。こっちでやってくれる。
あ、わかりました。ありがとうございます。情報もすぐつけれますので、Facebook の検索ページで、スマホプロテクトと検索していただくと、上の方にピンを押していただいて、そのまま消していただければ。はい。で、よいしょ。一応、ボタンか、カメラリングですね。ボタンだとちょっと、指紋認証が多少やっぱり感度悪くなってしまうので。じゃあ、カメラリングで。はい。はい、あの一応、6色ありまして、何がいいかな、赤ないもんね。そうですね、赤ないもんね。まあ、同色って、まあ、黒とかシルバーだと、まあ、あまりシルバーで、シルバーで、はい、このままちょっとすぐつけますね、はい、これすごいな。そうですね、iPhone 横に持ってしまうと結構簡単に割れてしまうので、うん、こういうバンパーバンパーをつけるだけでだいぶ強くなる。木は多少、これプラスチック、ゴムでできたらこんな感じで、はい、ちょっとこの黒いですので、はい、一応、のカードと同じになりますので、はい、もし、1週間以内何かあれば無償でお直しができます、はい、まあ、吹き抜けなかったら落として割れたりしたら1週間以内であれば無償できます、はい、このカードと一緒に持ってください。次回、複数使える割引券になっているのと、1年間ガラスの表面のワックスコーティングのかけ直しが無料でできますので、はい、こちらも滑り悪くなってきたらまたご利用ください。わかりました。どうしても今この以前もご利用いただいているので大丈夫かと思いますが、ムード加工、後ろの加工はやっぱり摩擦で剥がれやすいのと色が移りやすいです。ガラスはやっぱり基本的に欠けて割れて本体を守る商品になるのと、あと横からですね、このガラスを横からグッと圧がかかってしまうと浮いたり欠けたりしやすいので、そこもご注意ください。ケース大丈夫かと思いますが、ケースつける際もあの中には入らなくなりますので、はい、中時コンパートでサービスカードですね、はい、割れないようになってますので、はい、またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、こんな感じでコーティング完了しました。どう、結構綺麗でしょ。もうすぐ iPhone8 が出るのに iPhone7 を買ってしまったわけですが、まあでもこのサービスでつけてきたくれたリングもアクセントになってちょうどいいかなという気はします。それでは帰ります。